皆さんこんにちは、リム情報開発です。マーケット用語って複雑だな、日常生活であまり使わないなと感じますよね。そのためこのチャンネルではレポートで使用しているマーケットの専門用語を解説しています。今日はその中から一つ選んで日本語と英語による使用方法をご紹介します。国際貿易で使用する専門用語の解説動画2回目の今日は CFR に関する表現と使用方法を学んでみましょう。まず CFR の意味を確認してみましょう。 CFR は Cost and Freight を省略した表現で、貿易取引の国際的なルール、インコタームズの一つである運賃込み条件を意味します。具体的な CFR の条件は、売り手が商品を輸送する際に仕向け港まで船運賃を負担します。前回扱った FOB と異なる点は、指定先の仕向け港まで船運賃を売り手が負担するかしないかがポイントになります。実際の使用方法は日韓原油コンデンセートレポートを見てみましょう。米国産 WTI 原油の CFR 北東アジアの市況連動相場は10月着がドバイ市況に対して 10.60 から 10.70 ドルのプレミアムと、前日から30セント下落した。これを英語で表現すると、 CFR Northeast Asia prices of US WTI for October arrival were at premiums of 10.60 to 10.17 dollars per barrels to Dubai quotes, down 30 cents from a day earlier。なお、原油の取引単位はバレルです。日本語では CFR の言い換えとして着を使用できます。また英語では delivery や arrival が言い換えられます。CFR の中に delivery や arrival の意味が含まれているので、英訳する際にどちらかが入っていれば通じます。それでは例文を見てみましょう。北東アジア10月着の米国産 WTI の市況連動相場は下落した。Prices of US WTI for October arrival in Northeast Asia dropped. または、Prices of US WTI for October delivery in Northeast Asia declined. 本日は CFR、運賃込み条件に関する表現を日韓原油コンデンセートレポートからご紹介しました。この動画が面白いと思った方は概要欄からリムのホームページをご覧ください。皆様からのリクエストもお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。 See you next time!